今日も晴れ、曇りかな。それでは行きます。日本の潜水艦、現在潜水艦もその数は年一隻ずつ増やしてきています。これでもまだまだ足りない。日本の広大な海域を守るためにはやはりまだまだ少ないと考えます。最近フランスが原子力潜水艦建造しています。その原子力潜水艦をオーストラリアに通常動力型としてオーストラリアが自国建造する、そんな計画もあります。これには日本も参加していましたが、やはり色んな事情があり、フランスの潜水艦計画を オーストラリアが選びました。日本としてはまあ良かったのかなと考えられます。そのオーストラリア、自国建造計画、潜水艦はやはり技術力が試される潜水艦です。海底何百メートルと潜り先行し、静粛性の特性を生かし任務に就く、一番問題なのはフランスが原子力潜水艦を通常動力型に変更したときにうまくいくのか、そこも気になるところです。通常動力型から原子力潜水艦へはなかなか難しいですが、原子力潜水艦から通常動力型へと変更するのは簡単とはいきません。またいろいろな問題も出てくるでしょう。まず言われているのがやはり原子力と通常動力型と機関、発電機関が違うということです。
通常動力型はやはり酸素が必要になり、海上もしくは Starlink エンジンなどで充電することが必要になります。充電もただ単に回せばいいという問題ではなく、やはり音、静かに充電できるか、そこも大切となってきます。どれだけ重要になるか。しかしオーストラリアもなかなか、やはり最初は苦戦するだろうと考えられます。潜水艦だけはやはり特殊な作りとなるので、すぐできるという問題ではありません。やはり年々ですが、長期計画とともにそれを進める技術力がある国とない国では大きく変わってくる、そんな気がしています。日本も F3 計画を進める、来年にはもう予算化されるでしょう。やはり F3 期待したいところです。ただ今後、高価な戦闘機ばかりでなく、多角化、いろんな方向を見て進めなければ防衛は成り立ちません。小さいものから大きなものまで見据えていくことが必要になります。それでは。今日も晴れ、曇りかな。それでは行きます。日本の潜水艦、現在潜水艦もその数は年1隻ずつ増やしてきています。これでもまだまだ足りない。日本の広大な海域を守るためにはやはりまだまだ少ないと考えます。最近フランスが原子力潜水艦建造しています。
その原子力潜水艦をオーストラリアに通常動力型としてオーストラリアが自国建造する、そんな計画もあります。これには日本も参加していましたが、やはり色んな事情があり、フランスの潜水艦計画を選びました。